こんにちは。今日はここにあります東京アメッシュというのをご紹介したいと思います。東京の街を雨から守る東京アメッシュということで、これは東京都が運営しているようなんですけども、実際にはホームページ上見てみますと、東京都下水道局というところが運営しているようです。ちょっと今日は便利なんでこれをご紹介したいと思います。はい、この東京アメッシュですけども、関東地方全体が表示されまして、今見て分かりますように東京都が今これ中心に表示されてますけど、それぞれの地区を絞って表示することもできます。各地に設置されてます交付系を使って、そのデータをリアルタイムに集めて、地図上に表示しているものだと思われます。今雨がどこで降ってるか、どの辺がいっぱい降ってるかというのがですね、表示されまして、だいたい5分ごとに更新されるようなんですけど、だいたい5分前ぐらいですかね、5分前ぐらいのものが見ることができます。これ今東京がまあこんなように表示されてますけども、拡大して見ることもできます。拡大してみますと、それぞれの、自分が今いるところが、どれぐらい雨が降ってるかというのが見ることができます。気象庁なんかですと、雨雲レーダーみたいなのがよくありますけども、それは雨を降ってる場所が細かくは出なくて、雨降ってない場合もあったりするんですけど、これは実際に降ってる雨の量を見ることができますんで、非常に便利かと思います。携帯ですとか、私は iPad mini なんかに入れまして、出かけるときにこれを調べて、今雨が降ってるか降ってないか、来そうか、雨が降りそうか降りそうじゃないかというのを調べてから出かけるようにしてます。携帯ですとか iPad なんかですと、現在の自分の位置を調べて、自動的にその部分を表示してくれますので、非常に便利な仕組みになってます。この一番上のところには、例えばどこを調べたいかということで、多摩ですとか多摩南部、東京23区西部、東部とか、例えば自分の住んでるのが足立区ですと、足立区っていうふうに押しますと、足立区を中心に今雨がどういうふうになっているかというのを調べることができます。今午後の5時15分現在、実際に10分現在で表示されてますけど、東京都は雨が降ってるんですけども、小降り程度の雨になっているということで、ちょっと全体を表示すると、まだ小降りなんですけど、今神奈川県は結構強く降ってるところがありますんで、この雨が流れてきますんで、雨がこれから強くなるというようなことがこれを見ると分かるようになってます。それから注意報ですとか警報ですとか、そういったものも表示されますんで、非常に便利に使うことができます。ぜひ使ってみてはいかがかと思いまして、今日は皆さんにご紹介しました。見てみてください。友達、大体友達、みんな友達、大体友達、よ、よ、よ。